はい、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、数年前にですね、ハルアンちゃんと来たポイントです。最初一宮さんに教えてもらった場所ですね、ここは。はい、ね、でもまあ、一宮さんはもう名前は出さずに。ハルアンちゃん。ハルアンちゃんに教えてもらった場所。あ、そうなの？そうです。で、俺今回ちょっと一宮さんに LINE したんやけど、どうですかって。ハルアンちゃんじゃなかったですか？ね、俺あのキッチンに置いてあるハルちゃんって言ってた。ハルアンちゃんの本場見たら、うん、最後ら辺に書いちゃった。ここの。ここのマップ。マップで書いちゃった。そうそう。あ、ちょ、まあぜひぜひ購入していただいて。まあ前ので分かった人は、うん、もう分かると思いますけど、はい、今回はメッキといって、うん、なんかまあ平アジ系の幼魚かな、うん、を釣りに来ました。あれだっけ、はい、でかくなったら GT？ そうそうそう。ってやつですね。青に味系のね、うん、やつやったら。でもなんかね、メッキってね、ものすごい呼ばれてるやつらがおるけんが、ここで釣るやつも実際何なのか俺は分からん。あ、なるほど。ひとくくりでメッキみたいなね、はい、いろんな種類を、ね、はい、はい、釣っていきたいと思います。はい、がそのね、メッキのところには大体あの、うん、黒鯛がいるんですよ、チヌが。はいはいはい。ね、チヌは、ちょっと後から釣ろうって言っとったんですけど、うん、最初言おったですよね。ね、駐車場からこう歩いていくうちに、あまりにも。魚影がえらい多くて、うんうん、このチヌをいかに狙わず、メッキを、ここもメッキが釣れたもんね、そうですね、このポイントは。ですね、いかにチヌを狙わず、うん、チヌの方とか、こう、なんか見ながら、宗男君が投げよったら、多分チヌ狙い。今現在メッキは見えんのでですね、まあここの辺からスタートしていこうと思います。はい、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。みなさんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。はい。チビライトゲームって言ったらよかったかな、うん、これは。とりあえずはたむにょくんから先行が取り上げた。ダメ。いや、いっぱいおるね。最初ね、絶対ね、遠投するふりしてね、向こうら辺のチヌとかやれられない。絶対や。チヌはそう通る。うん。この中からメッキを釣り選び抜いて。選び抜いて。多少キャキャってしよるもんね。あの、モテいうかさ、うん、黒いところの左側、はい、投げます。はい、だいぶ流されます。全然の左ってきたね。メッキってちょっと深かったりの方がいい。これはサビーペンシル。いやいや、もうがっつりトップに出てきます。うん、なるほど、どこでも OK。 うん、はい、ジャッカルさん、サビーシリーズまた出してね。チャビーシリーズじゃなくて、チャビーじゃなくてもいいけどね、小型のプラグ、超小型出していこうか。どう？結構速いスピードでも大丈夫？結構速くても大丈夫、うん、で、おそらくこの今2頭投げた感じで言うと、うん、メッキおらんす、ここ。なんかちっちゃいのが1匹追っかけてきたけど、どっか行った。あ、おるおるおる、ちっちゃいのメッキかもしれないですよ。もうあれメッキ、アジ、まあ、アジそう見えるっすよね、うん、ああ、じゃあメッキかもしれん。ちっちゃいの、ほんとこんぐらいこんぐらいのが追っかけて、でも出らんかった。うん、風がちょっと、さあこういうのはですね、トップで動かし続けた方がいいですか、先生。上だからフビが俺はしますけどね。あ、なるほど。止め。お、なんかキュウ。あれはメッキ。あー、キュウキュウ。あ、あれメッキなん。はいはいはい。めっちゃちっちゃくね。ちっちゃいですよ。うん、なんか出たっすね。パシャンパシャン。出たね。出すやん。チャビー。チャビー。3匹ぐらいでなんか来たね。うん。
ちっちゃいの持っとったよ、なんか。わわわわ。なんか、こいつらなんやろうね。こいつらメッキか。なんかメッキ4もあるけどね。うん。こんだけアタッキングしてくる。そこも5、6、7、うん、なんかいますね、ちっちゃいやつが。ランガンしますか。ね。若いや。ちょっとチヌはね、後で楽しみやから。うん、最後に君の眉毛が残してほしくねえか。そういうこっちゃはアジングってかワームにしてる、うん、いいと思います。ね、ほら、おいがワーム使ったらさ、うん、チヌじゃないっていうのが分かるの。いや、チヌば狙うしろ。違う違う違う。なかんでじーってしとったやつき絶対チヌ狙う。巻きもせんでシェイクとかはなんか動かしてますよ。かもは出してたら絶対チヌ狙い。あ、スマップメッキ。ナイス。今日はね、塩の薄かも。こしおや。色のやろ。薄かもね、今日は色の。久しぶりにね、封印を解くか、今回ね。川に入るんすか。違う。頑張れ。どうやったらその封印される側やろ。死ぬと言うたら、うん、スパイテールやろ。 あれ釣れますもんね。あれ釣れる。まさか死ぬ狙おうとしよう。後ででしょ。はいたー、お疲れ様です、バッテリー入りましたって、あのメールの来たバイク屋さんから。帰ろう。よし。一匹釣ってください。じゃあ、じゃあ行くばい、チヌ。うん。でもね、言うてね、狙ってもね、すっげえでっけえのがあそこ真ん中でキラーってした。マジ？うん、多分シーバス。ねえ、マジ？今はシーバスやろね。めっちゃチヌ見てますけど。うん。めっちゃチヌ。あのでかいやつ、あいつ多分食うよ。お、スパイテール。これがチャビ選手やけど。もうスパイテールやったらもう食うとった。もう止めきらんやったと。やめろってできんやったと。ガラーンってぐらいスパイテールまずチヌ釣れるけど、うん、もしスパイテールがチヌ用とかでなんかカラーとか出た時にはちょっと交渉やね。あれ黄色と水色で作ってもらう。釣りほかから。か、調子に。よし、はい、ワームに変えてみた。はい、見えんかね。いや、大丈夫ですよ。見えます。はい、あの木の多分釣ります。誘惑せんで釣る。どこのチヌバ狙いようですか。向こうの。さっき細かくその辺おったの。赤ちゃりか。ほら、絶対チヌ狙うた今。チヌ狙うて届かねえ。くうくう、ほら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 、チヌのチヌのめっちゃ抽出してきよ。まだよー。いいサイズけどね。はい、うん、釣った方がいい。釣りましょうよ。行く、食わせてみて。チヌ結構上手よ。うん、食わせてみて。どこ投げた。だって市場があそこね。そこ市場日本一やけん。あー、もうダメや。ダメ。お、来た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 。お、本当に入った。ナイス。やった。初めて釣ったメキ。メキ。ナイス。食べ頃やね、唐揚げの、うん、ちょうどいい、ね、イエーイ。やった。ブレイクのところに折れたでしょうね、うん、パーって。ナイス。いいっすね、折ったっすね。初メキ折った。ちょっと、はい、
はい、ナイスでーす。ナイス。この日は本当楽しかけんですね。うん、楽しかね。子供、女性、スパーン行ったよ。じゃあこれもうクーラーボックス入れていい？はい。どうぞ。よっしゃ、やったぜ。うん、やっぱ。これが前、前トップで出ようったわけですね。それ楽しかね、絶対。何度もアタックしてくるんですよね。うん、ナイス。ナイス。今日の本命、メッキ。うん、いや、釣れました。イエーイ。解禁ですね。チヌや。はい、1匹目。1匹目、ゲッツ。今日はワームの日かな、じゃあ。ね、もしかしたら。うん、風があるけんね。なんて狙わんやったっけ。なんてちゃんとチヌ狙わんやったっけ。心の奥底ではシーバスまで狙ってたんだね。違う違う違う。多分シーバス。ねえ。マジ？今はシーバス。ちゃんとメッキ狙ったっけ。うん、ナイスです。まだおるなら。ちっちゃいのやったらあれより本当に小さかけ。うん。ああ。ちょうど持って帰れるいいサイズ。うん。よし。いや、いいっすいいっす。どんどん。横へ横へ。釣ってください釣ってください。多分早く。小顔なき旗はもう効かんけんね。効かんですよ、俺は。でも、ちょっと沈めてからやった。うん。どっか出ない。今日は出ない。ちょっと深いとこ、うん。深いっていうか浅いけど。うん、その中でもちょっと深いとこ、ね。そうそう。ちょっと沈めて。さっきのワームを沈めて。はい、沈めて。ちょんちょんちょん。沈めて、チヌを狙い寄ったら違う違う違う。ほら、あら、そこでコーンといかないとつけないあっち側にもチヌの OK ですね。おりょおりょはい。スパイテールに変えたですか。よっしゃ。おー、ナイス。おお、めっちゃおる、メッキが。メッキ、メッキ。イエーイ、ナイス。ナイス。5、6匹追っかけてきよったですね、後ろ。ちょっと釣り方わかったね。うん、バームじゃなか。バームしか釣れんことは、メッキの。これもボックス入れとくよ。はい。お願いします。ナイス。ナイスです。今日はメッキはワームの日か。ね。ワームの日ばい。うん。沈めんとダメやもん。マジで。ほら、ゴムあんだけ魚がぶわーおったとの。釣れた後に寄ってくれてない。俺も俺も。釣って釣って釣ってなんですかね。結び直すのめんどくさかもね。よし、あった。いや、いいっすよ、いいっすよ。いやいやいや。どんどん釣ってくださいもん。今回も。なんでですか。今回は俺がもう効かんよ。なんでですか。じゃあ釣ろう。ここに投げたらいいんですよね。うん、その深かとこに。かかとこでもうほんと沈めてもうとにかく沈めて。おお、来た。いや、フグだ。あー、フグか。やられました。あー、ワームやられた。2人ともメッキは任せたよ。なんてメッキ、メッキ、メッキは任せた。で、徳ちゃんはスパイテール、スパイテールいたしました。でも、もうそこ釣っとっちゃないくらいでチョンチョン、チョンチョンみたいな。ほら、来た。あーあー、惜しかった今。俺、竿先しか見えないやったけど。ね、もうほんと下じゃないと食わない感じだね。おおい。あ、食った。おー、ナイス。あー、食った。あー、惜しい。これメッキにやられてんだ。あー、ほんとや。ちぎられてます。これ来るかな。いや、来たらよ。可能。イモグラブになってしまった。確かに。まあ、そのまま釣れることなかろうけど。
回ぐらいなんか来たっすね、うん、もう一回もう一回メッキか。メッキプロ俺次に来らんごとメッキはものすごいキャストに来た。やめた、うん、どんどん移動してうん、はい、俺は釣り切らんやったメッキ釣れたろ釣り切らんかったマジ、うん、ビビビってなるけどね乗せきらんやったかかるけど、うん、なんかわーって聞こえてもらってあれはね難しいかも。さあメッキプロここら辺オランゴになってたかもしれない。刀。おお来た。うん。牛草。おナイス。ああバレた。ああバレた。見えたやつ勝てたけど。やっぱメッキプロは違うぜ。バレた。ちくしょう。うわぁ、逃げたね。あ、まだ見える見える。だんだんね、あぁ。二人とも、あぁ、あぁって。違うね。あぁって。これ多分フグ。今のフグ、当たりが違ったの。一生懸命追っかけてきてる。なんか追っかけてきたろう。全部血ぬ？うわ、一匹でかいの来たよ。ああ。うん。俺の店やね。バイーンってなくなった。ゾロゾロついては食っけど、ね、めちゃくちゃちっこいなのなんか、うん、移動移動しますか暑いやん。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。